林史兵、林史兵、林史兵、原文3年6月21日、1738年8月6日、完成五年6月21日、1793年7月28日は、江戸時代後期の形成論家。高山彦郎、老、ガモウ君平と共に、完成の三期人の一人、木は、優れたという意味。意味縄ともなお、 後に六無一主人と合した。原文三年、1738年、幕臣岡村領通の次男として、江戸に生まれる。父の岡村義道は古書物奉行、六百二十国、として仕えていたが、四兵が三歳の頃、ゆえあって、老人の身となり、家族を弟の林十五、林同盟に預け諸国放浪の旅に出た。四兵らは、 大名家に往診にも行く開業医であった叔父の十五の元で養われる。間もなく、長子と慈子は仙台藩の江戸屋敷に奉公するようになり、仙台藩五代藩主伊達吉村の次女として仕えた。慈子の、なお、清はその養子と心配が吉村に愛され、やがて六代藩主となる宗村の側室に抜擢され、お清の方と呼ばれるようになった。お清の方は一難一女を設けた。 男子は後に、三河狩矢藩主、土井俊信の養子師となる、土井で家、女子は、出雲松江藩主、松平春里の聖妻となる、政子、青楽院である。沖世の方の縁で、養父の十五は、仙台藩の六を受けるようになった。十五の没後、四平の兄の林智良が風を継ぎ、法暦六年、1756年に正式に、 仙台藩主として150国が下された。同年5月に、宗村が死去すると、友良は家族を引き連れ、仙台側内に移住した。死兵は、部屋住みのみで、妻子は持たなかったが、仙台藩主として生活するようになった。死兵は、自らの教育政策や経済政策を、藩上総部に進言するが聞き入れられず、六を返上して範囲であった兄友良の部屋済みとなり、 北は、正木から、南は長崎まで全国を暗夜する。長崎や江戸で学び、大月玄卓、宇田川玄瑞、桂川補修、工藤平助らと交友する。ロシアの脅威を解き、三国通乱図説、海国兵団などの著作を表し、およそ日本橋寄りして、オーラと萌えに至る、その間一水路の実とカッパして、当時の人々を驚かせた。海国兵の書を書いたのは、 先代藩医工藤平介であった。また、不国作では、藩の過労、佐藤伊賀にあて反省について説いたが、採用はされなかった。開国兵団は、解剖の必要性を解く軍事書きであったため、出版に協力してくれる藩元を見つけることが、できなかった。そこで紙兵は、十六巻三分冊後の大著の藩儀を、自ら掘り、自費出版で、須原や一部へから刊行した。 海国兵団は、完成三年、1791年、仙台で上司された。しかし、幕閣以外の者が、学生に妖解するのはご法度であり、両著は共に、発禁処分が下され、海国兵団は反義募集の処分を受けることとなった。しかしその後も自ら書写本を作り、それが、さらに書写本を生むなどして、後に伝えられた。最終的に、 仙台の兄友寮の元へと強制的に帰郷させられた上、出居に処される。出居中、その心境を、親も、なし妻まなしこなし反疑なし金もなけれど死にたくも、なしと嘆き、自ら、六無罪と合した。完成五年六月二十一日、千七百九十三年七月二十八日、死去。去年十六、林士兵の墓は、 仙台市青葉区の龍雲院にあるが、その龍雲院の所在地は1967年、昭和42年の住居表示の際に、それまでの半死町から墓があることにちなみ小平町と改称されている。高山被告老、ガモウ君平ともに、完成の三鬼人と称された。三国通乱図説は、長崎より、オランダ、ドイツへと渡り、ロシアで、 ヨーロッパの核言語に翻訳された。地図は正確ではなく、本州、四国、九州以外の地域はかなり図んに描かれているものであった。韓国及び中国において一部の研究者は、このドイツ語版もしくは、フランス語版が、ペリー提督との小笠原諸島領有に関する日米交渉の際に、日本の領有権を示す証拠として使用されたと主している。 韓国ではこれを同国の竹島、津島領有権の証拠と主張し、中国ではこれを同国の尖閣諸島領有権の証拠と主張している。しかし、19世紀に日米間で小笠原諸島の領有権を争った事実はなく、日米両国にそういった記録は存在していない。三国通乱図説が小笠原諸島領有における日米交渉に使われたという話は、 河北新報に掲載された林志平を題材とする新聞小説が元ネタであるされている若松正氏小笠原諸島の領有と林志平恩人説の展開日本史研究536万 2007.4P103 林志平が三国通乱図説の中に描いた三国説上の図には主にロシア、朝鮮、日本が描かれていて 朝鮮のすぐ東に島が一つ、そして日本海の中央に竹島と記された島とその横に小さな島描かれていて、この三島はすべて朝鮮と同じ黄色で塗られ、日本領ではないと区別されている。中央の二島の横には朝鮮の持ちなりと記されていて、竹島、移領島とそのすぐ東にある小島が朝鮮であると表示している。この小島を 日本側は、移領島から約2トルの距離にある竹所だと、言うが、保坂雄二はこの小島が、松島、独島であり、朝鮮領となっているとする。その理由として、三国通覧図説の日本図の部分は、長久保積水の地図によったとした点を挙げている。これに対して、日本側からは、この、竹島は、移領島から約2トルの距離にある竹所だと、 反論されている。なぜならこの記述は、1711年に、牧爵章が提出した、移領島図形の系統を引くもので、その竹島には、この島より、飲酒を、持ち、朝鮮をも剣ると記された、もう一つの吹きがある。これは、林紙兵が、三国雪上図を作図する際、その中心に置いた、長久保の、日本予知露呈前図に由来る文言で、斎藤豊仙の、 飲酒市長号機からの引用文である。そこに、林紙兵が改めて、朝鮮の持ちなりと中期したのは、日本予知露呈前図では、移領島を日本領として認識していたからで、中期の対象は、移領島だけになるからである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。